はいというわけで初見さん歓迎質問歓迎投げ銭スパチャは大歓迎パーカッションのワークショップでございます高文がお届けしますよろしくお願いしますはいこれみんなできるようになって帰ってもらいたいと思いますはい大きく分けると三通りのやり方がありますピータースクレイパーはね限りなくえスティックと同様に扱うことができます なので、すでにドラムとか吹奏楽のパーカッションでスティックを扱っているよという方は同じ認識で大丈夫です。はい。で、ちょっとこの持ち方の説明をします。このスティック、ビーターを持った時にですね、手の甲が上に向く形が、いわゆるジャーマングリップと呼ばれるやつで、えー、親指が上に向く形、一番下ですね、一番下がフレンチグリップと言います。で、その中間がアメリカングリップなんて言ったりします。 大きく分けるとこの3通りのやり方で議論も演奏することができます。あるいはそのシチュエーションによってね、えー、適宜変えていったりする感じになるんですけども大枠としてはこの3通りです。スティックをやってる方はそれこれそのまま流用していただいて大丈夫です。で特徴としては上からいきますけどもジャーマングリップっていうのはね回転的でありますと、えー、あと柔らかい高いっていうの。 なんのこっちゃっていうところなんだけれどもよくそのパンデーロとかタンバリンとかでやるこの前腕の回転がよく使えるって話だよねあるいはこの腕の回転この回転がよく使えるっていう話ですはいでこれをギロに使うとこの回転を使って演奏するのでこう半月を描くような形になります今ジャーマンの話をしてます で、特徴としては音色が結構柔らかめで音程が高めですこれジャーマンね、えー、回転を軸に演奏した場合です対局にあるフレンチを行きますフレンチねフレンチは親指が上に向くような形で持ちます親指を上に向くとまあ、こういう風に主にこの肘の曲げ伸ばしを使ってここから先 このフレンチの特徴としてはまあ書いたんですけども直線的であるとまあこういうストーンとこう落とす振り下ろす振り上げるのにこう適しているようなストロークのわけなんですねでこれで当たるとえさっきのジャーマンに比べて結構 固めな音になるカッカッカッっていう、ねはい。で、えー、音程としては低い。さっきの、えー、ジャーマンはヒヒヒヒヒって感じだったけど、えー、フレンチはカッ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 ってちょっと低くなりましたよね、えー。こういう違いが実はこのグリップによって出せますと。 じゃあこのアメリカンは何なのっていうところなんだけども今言ったジャーマンとフレンチのいいとこ取りみたいな感じですね親指と人差し指の隙間がこう上に向くような感じですでこう振り上げるとこの隙間に入るはいこれがいわゆるアメリカングリップってやってこう振り上げるとこの隙間にこう入るような形ですこのアメリカンがいいのはまあ中間ということもあってですね すぐこのさっきのジャーマンのような形、回転するようなストロークにもいけるし、フレンチのような振り下ろす、何ていうの直線的なストレートな動きもできるっていう、まあいいとこ取りっていう感じです。だからまあハイブリッドって書いてあるんですけども、特徴としてはね、まあ <laughs> 真ん中っていう感じ、ちょうどこれとこれの、ジャーマン・フレンチの真ん中っていう感じで、 小さい音で演奏した方がいいのか、激しく演奏した方がいいのか、うんまあ、曲の場面によって、あとはちょっとこう臨機応変にその微妙な違いを変えていくのに向いているっていう感じです。これはね、結構ね、明確に変わるんで、あの知っておいて損はないかなと思います。これちなみにその別にギロじゃなくても同じです。何叩いても、えっと、今とほぼほぼ同じようなことが言えます。 であの音の印象、柔らかいとか硬いとか高いとか低いっていうのは、これ完全個人の僕の印象です。僕の印象なんで、あとは自分でみんなやってみて、あこのグリップはこういう、えー、雰囲気の音なんだっていうのを自分の経験値として持っとくといいかなと思います。理想は全部できて、曲によって使い分けられるっていうのが理想系。 だけど、ま、あそこまでね、えー、最初から目指すのはなかなか道のりが遠いということで、えー、僕からの提案としては、まずはアメリカンですね。まずアメリカンで、そのどっちでもいける状態を作っておく <laughs>。最初からいいとこ取りをやって、えー、ステップアップしていって、で、アメリカンの感覚に、えー、慣れたら、あとはその音に対して、例えばね、アメリカンで、えー、覚えました。 あなるほどなるほどこんな感じかと。でこれに対していやもっとゴリゴリした音欲しいんだけどっていう場合に切り替えたらいいと思うの。フレンチにね。いやいや、えー、これよりももっと優しい感じしたいってなったらじゃあジャーマンにやろうかという感じでレベルアップしてみてはいかがでしょうか